こんばんはこんばんはこんにちはこんにちはおつけちおつけちやっほーこんばんはあテロップ入れようちょっと待ってね

みんな音符ありがとうございます。ちち、お月ちー、お月ち,ーおちー。音符ありがとうございます。セータングッズかわいいね。でしょ皆さん見てみてください。しのセータングッズ、見てね。あのね。いや、じゃあ秘密、ここだ秘密。みんな見てね。<laughs> ゲットしてください。ぜひさつきの。T シャツ。 さつきの T シャツあ、先が出そう <coughs> <coughs> T シャツトートバッグ <coughs> キオルダおつきちながらぶしありがとうこんにちはこんにちはアートありがとうございますこんにちはこんにちは めっちゃさめっちゃこっちの耳赤くないさつきだけそう見えてるこっちだけめっちゃ赤 <coughs> すごくない <coughs> めっちゃ赤いさつきちゃんさつきちゃんだよめっちゃこんにちは <coughs> <coughs> やほーなんか魔法少女みたいなやつ ありがとう。あとありがとう。こんにちはこんにちは。こんにちはこんにちは,こんにちは。おつきちゃんおつきちゃんこんばんは。んんんは今日は鉄つなぎながら公園です。おいいな。楽しんでください。鉄なった鉄な公園。<laughs> 楽しんでください。いいなさつきも鉄鉄をつなぎながら公園見に行きたいです。あ <laughs> とありがとう。 ハートお月ちお月ちハートありがとう流れ星ありがとうございますハートありがとう夜ご飯はねなんだろうね昨日ピザだったよお月ちお月ちさあピザねママがね頼んできてくれてねなんか数種類セット入あのいろいろ入ってるやつマルゲリータとかシーフードとかなんだっけ なんか結構4種類ぐらい入ってるやつだったけどねその食べる前はめっちゃねもうピザーって気分だったけど全然食べれなかったピザ <laughs> でもおっきかったのママが M 買ってきちゃったからさおちくて全然食べれませんでした昨日ピザおつきちおつきちこんにちはかわいいよありがとうハートの緑のやつありがとうこんにちは昨日のミヤビーム配信見に来てたねそうだよ配信お邪魔した 気づいてもらえて嬉しいさつきちだったよ <laughs> そうやっとね他の子の配信ね登場して気づいてもらえたのちょっとお話ししていきました <laughs> 配信上でつきちおつきち,つきちこんにちはこんにちはおつきちおつきちハートありがとうなぁこれマシュマロみたいなやつありがとう こんにちは。こんにちはハント、ありがとうございます。ステッキみたいなやつ、ありがとうございます。父、生誕グッズ、タヌキのサインのやつから、それ、タヌキのサイン、そう。ええでしょうか。そう、タヌキ、そう、サツキのサイン、タヌキなの。知ってる方はね、知ってると思うんだけど、サツキのサイン、タヌキだからね。そう、で、生誕グッズは、じゃあ、ヒントね、タヌキの、タヌキの絵柄をしてます。今年の生誕グッズは。 可愛くできたのでねぜひゲットしてみてくださいシータングッこんにちはこんにちは絶対買いますやったーありがとうありがとう<笑><笑>まあねぜひねいいよーって感じの人いいよーって感じの人はねあのゲットしてみてください <laughs> 大丈夫大丈夫そうめっちゃ咳きれちゃうの 見てくるね予想小籠包見てきたかな <laughs> よいしこんにちはこんにちはぜひしてくださいこちらこちらこんにちはハットありがとう水そうだね飲むねめっちゃ飲んできたんだけどねタルキめっちゃかわいいよめっちゃ可愛いよめっちゃ可愛いでしょそう書きましたさつき書いたの

そう、でも、歌えるよ。咳が出るだけだ。け。咳 <laughs> 出るだけで。全然歌えます。<laughs> 流れ星、ありがとうございます。右が水餃子、左が焼き餃子です <laughs>。そう、セーターグッズだったっけ。めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛いでしょ。さつき頑張って書きました。

違う絶対だってさその生誕グッズがんか予約販売するよみたいなかずややつが出た時にママにさ帰ってきてねそうねめっちゃ生誕グッズ可愛いじゃんみたいな先に見せたよねと思って <laughs> そう全然覚えてなかったみたいそうでもタヌキのやつ可愛いのでねそうサツきが描きましたお月きちお月きち でもねそのトートバッグに「ハッピーバースデー」がなかったらもっと使いやすかったんじゃないって言われてね確かになと思ったけど月の誕生日だから <laughs> みんな誕生日じゃなくても「ハッピーバースデー」使って <laughs> お月ちお月一よいしょいしょこの前のショールーム仕事中で出てめれなくて辛しかったあらそう今も、ね、仕事 してる方しより、ね、そう5時40分に予約入れたらママに「全然仕事中の人もおるよ」って言われてあり,ありゃりゃって思った <laughs> でも今日はね見てくれてありがとうございますお仕事の方もお仕事じゃない方もありがとうよいしょよいしょタヌキだったかわいいそうタヌキだったタヌキなのタヌキそうお気に入りお気に入りデザイン こんにちはこんにちはハートありがとうハートありがとうございますおつきちおつきちこんにちはこんにちはおつきちおつきち小籠包は小籠包はじゃ, <laughs> はじゃあまあね来年期待ということでだってあれあれ書いたときまださ小籠包言い間違えてないもんさつきそばあれ、ね、来年に期待で小籠包チラしてくださいこちら こんにちはこんにちはあとありがとう松川みーちゃん中学校卒業式だったそうですそうなんですみーちゃんをめるともうねそんな時期だから卒業2年生になっちゃうよあもうやだよ2年生入ったらさまだ前半はいいけどさ後半になったらみんなめっちゃお勉強しらすでしょああやだよお勉強しなくないよ <laughs> お待ちしたくないよ。さつきああ、でもみーちゃんはね。本当におめでとうだよ。中学校生活お疲れ様でした。って感じいう感じですね。<laughs> そう、お月ちゃん、お月ちこんにちは。こんにちは。おつきちゃん。先輩の配信は見に行かないの？結構しれっと見に行ってます。さつき それでコメントはできないけどちょろっとチラッと見に行っていますねたまにだからもしかしたらねほ <laughs> ってチラッと見に行ってるチラッとじゃない結構あのテスト期間中とかねめっちゃ見てました特になんか勉強しながらいい感じだった配信見るのが <laughs> いい感じでめっちゃ見てましたそう先輩の配信はね結構見に行くよ 私さつちが配信や,やった後とかね結構他の子の配信のルームにいます <laughs> そう。こんにちはこんにちはおつちちおつち。はトありがとう。こんにちはこんにちはこんばんはふりふりこんばんはふりふり。こんにちはおちちこんにちは,ちこ,んにちはこんにちは。T シャツの緑色もいいねでしょう

ココハココハーパンダししてあげるよじゃ、ココハーパンダ。あのね、タとの違いはよくわかんないけどね。じゃね、ココハちゃんパンダ。あじゃあ、い一個ココハでココハちゃんの話を。さあ次ね、ココハちゃんの誕生日誕生日プレゼントあげたんです。あのね、ココハちゃんがね、そうなんかいろいろね使いやすいものは何かなって考えて。 タタオオルをあげましたフェイスタオルかわいいフェイスタオルとハンドクリームをあげましたでねめっちゃ喜んでくれたのさつきが初めて出た制服の目の時にあげてそ,うその時にここはちゃんめっちゃ喜んでくれてねよかったなーって思って過ごしてたのしたら昨日ねココハンがねそう白い袋をね渡してきてくれてね いつも「ありがとうこの場合ありがとうね」みたいな感じで「で何?」って言ったらめっちゃお菓子入ってて中に「えみたいなチョコレートとかそういっぱい入ってて「えっ?」みたいな「えっ?」って言ったらなんか制服の目の多いお祝いみたいな感じで渡そうと思っててみたいな「あこココハくれるの?」みたいな「嬉しい嬉しいさつきめっちゃ嬉しい」でもココハ大好き,好き テラテラね、中にお手紙入っててね「制服の目おめでとう」って書いてて「はっはっはっ」大丈夫「退場プレゼントありがとう」みたいな「5月楽しみにしてる、ね」みたいな「やったー!」みたいなっていう話でした。ご <laughs> はが優しい話でした。こんばんはこんばんはあこんにちはでしたね。こんにちはこんにちは。無理やしないです。無理やしない。ありがとう。 11日当たったお,おめでとうございます <laughs> 楽しんでください <laughs> こんにちはこんにちはハートありがとうおつきちおつきちさつきさんこんばんはこんこんにちはでしたねこんにちはこんにちはさつきちゃんこんばんはこんばんはおつきちおつきちセイコの頑張ってたねそう頑張ってたありがとうありがとう <laughs> そう、制服の見えてくれた方、ありがとうございました。頑張ってました。<laughs> よいしょよいしょ。はい。だるまさん、だるまさん、ありがとう。こんにちは、こんにちは。五時四十分に始まるメール来て、昨日から星座待機してた。昨日からすごいね。すごいよ。さつきのショールーム、星座待機、ナンバーワンを上げる。 贈呈する昨日から星座さすがに贈呈します星座待機ナンバーワン <laughs> ありがとうさつき一日食べたら仕事仕事もあ <laughs> ありがとう動物園と水族館どっちが好きどっちが好きかなど,どっちも好きだけどどどうわうわど,どうだろう 雨の日だったら絶対水族館だけどうわどう動物園の方が好きかもわでもめっちゃ迷いますねなっどっちも好きですめちゃくちゃけど動物園かな季節にもよるけど動物園好きですねめっちゃそう東山動物園あるじゃないですか あそこの中にね、めっちゃ美味しいドーナツ屋さんみたいなのがあってね。そこがめっちゃ美味しくて、友達と食べるんですよ。それ、その動物、ドーナツがあるから。東山動物園が好き、だから動物園かな。あでも迷いますね。そう、水族館も好きです。<laughs> こんにちは、こんにちは。今日はサツキチラ食べに仕事を終わらせてみてるよ。よすごいね。 おめでとう。パチパチパチ。パチパチすごいね。ありがとう。<laughs> ありがとう。おつちち、おつちち。今日、お仕事十二時までだったから、間に合ったよ。お、おめでとう。<laughs> よかった。万歳、万歳。<laughs> ありがとう。おつちち、おつちち。おつちち。おつちち。こんにちは。こんにちは。 ちゃんいつきいつも必ずコメント返してくれるから好きやったー <laughs> ありがとうおつきちおつきち中3の後半まであんまり勉強してなかったあさつきのお姉ちゃんと一緒だね私のお姉ちゃんほんと勉強してなかったよなんかだってさつきの受験生という受験生がねそうこ,こまで勉強するっていうことを中学校に上がって知りましたほんとにお姉ちゃんがね全くやってなかった 知らなかっただけだと思うじゃんみんな実は裏でやってたんだよみたいな本当に自他ともに認める勉強してなかったからねお姉ちゃんいやだからしっかりいい感じのところ入ってめっちゃ炎上してましたね <laughs> でもさお友達がねその中学校受験をする子がめっちゃ周りにいたのもうみんなすごいの遊び誘って いやいや公園行こうぜみたいな感じだったらさみんなごめん塾があるからかごめんもうすぐもう冬とかになったらもうすぐ受験だからみたいな感じで遊ぼれていなかったそ <laughs> したら私も中学3年生でだったらそういうそんな風に勉強しないといけないんだああって思って今めっちゃ構えてますなんか中学校に上がった時からさなんか 中3の受験で前回はこれが出たからみんなちゃんと1年生のやつも予習復習しとくんだよみたいな「あ勉強したくないよ」みたいな「<laughs> 助けて勉強したくないよお父ちおつちお父ちちおはちちおはちちおししてくださいビームがいますよそうだねビームビームと一緒に頑張ります勉強しないときない時は <laughs> そうビームとねテストの前とかね なんか勉強した?」って言って話しててね「してないよ」って言って「全くできてるわけないじゃん」って言って「そうだよね」って言って「やばい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 レッスン始まるレッスン始まる」みたいな <laughs>「やばい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 もうすぐステージだ」っていうかなんかもう「それより踊りたい」みたいな感じになっちゃうんですよね。さつきもねねねテススト前に、ね、めちゃくちゃゃ、ね、くダンスの練習はかかかどってたからら <laughs> そうだから他に やるることがあと他にやることあってもねなんかダンスの練習はかどっちゃうんだよね <laughs> そうそういうテスト習慣過ごしてましたねこんにちはこんにちはおつきちおつち <laughs> この前ミヤビームのショールを見切ってたねそうお邪魔しましたミヤビームの配信にいらっしゃった方々お邪魔いたしました楽しかったです 今度さつにも作ってくれるってエジンやったそう作ってくれるらしいので楽しみにメエビームはさつにどんな何を作ってたのあれ途中参加だったけどあれハートシェイカー的なやつ作ってたのかなハーバリウム的ななんか何かを作ってたんだよねさつきに作ってくれるから楽しみ楽しみわく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 ぎちですねわくぎち さつちがいる公園はなぜか当たるおやっぱ縁があるんじゃないでしょうか <laughs> そうそうじゃあまたねさつちが出る公園は当たりますねよかったよかった <laughs> ありがとうよいしょよいしょみれいさんは中学校卒業しましたねねしましたね、はあ、なんかすごいさつちも頑張ります中学校卒業中学校は卒業できるけど <laughs> そう。でもね。中学校生活 enjoy します。なんかかゆいおでこが。おでこがかゆい。まあ。で、な、んか崩れちゃった。ん、いや。いっか。いっか、なんか。分かんなくなってきちゃった。正解が分かんなくなっちゃった。お前髪の。いっか。う、う、ダーク、ダーク、やだ、ダーク、やだよ。 オッケー。<Okay. 笑> なんか正解が分かんなくなっちゃった。まあ、いいか。おつきち、おつきち。こんにちは。こんにちは。なんか、なんか、なんかやだ。なんかやだよ。にゃ。にもう分からなくなっちゃった。おつきち、おつきち。こんにちは。こんにちは。トラピュシ。イェイ。ありがとう。ありがとう。 おつちち、おつちち、やっぱなんかね、なんかいや、や、や、嫌だよ、させて。ま <laughs> いいか、いいか、おつちち、可愛い,い、ありがとう。ハット。ありがとうございます。よいしょ。おつちち、おつちち。ハット、ありがとう、優しいな、優しいよ。可愛い,い、ありがとう。ちゃんと葉っぱがのってた。たるぎやな、やろう ちゃんと葉っぱが乗ってるんやで <laughs> そうポイントポイント一 <laughs>。お日様お日様ありがとうございます今日も可愛いありがとうこんにちはおつちちおつちちマシュマロマシュマロありがとうおつちおつちマシュマロありがとうありがとうお菓子いっぱい嬉しいねそう嬉しいの ココハちゃんいっぱいお菓子くれた嬉しいみんなにねじゃあみんなココハの配信来たらさつきの分までお礼言ってくださいさつきちお菓子くれてありがとうお菓子くれてありがとうって言っといてください <laughs> こんにちはこんにちはおつきちおつきちこんにちはこんにちはおつきちこんにちはこんにちは ハトありがとう。おつきちおつきちおひさまおひさまありがとう。おつきちおつきちち。はとありがとう。こんにちは。こんにちは。はとありがとう。マシュマロマシュマロありがとう。おつきちち。こんばんは。おつきちち。おんぷおんぷありがとう。こんにちは。こんにちは。マシュマロありがとう。はちちおはちちこんにちはこんにちは。 タルキもい,るタルキいるかなたぬきいるかなたぶんいる。あおやどうぶつえんやらアメの動物園アメのうん。なかしいですね。ちっちょ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 ちちゃ。なんてぜいたくだそう二人だけのために。

こんにちは、たるきがいるからたるきがいるからかしらたるきがいるからアベノ動物園で <laughs> チンパジーやったかな <laughs> チンパジーでしたサルキチって言われたよあれやった時めっちゃ面白いよねさっきめっちゃ笑っちゃったもんサルキチってそう言ってくださっててめっちゃ笑っちゃっためっちゃ面白くないサルキチ <laughs> でもほんとねめっちゃいろんな人に似合うって言われました すごい似合うって褒めてくれたみんな、<laughs> そう嬉しかったね。動物関係ないじゃん。そう東そう東山ドーナツ <laughs>、本当にドーナツ美味しいから一回行った方食べてみてください。決めて食べ物ならね。てへてへ。<laughs> 本当に東山道園にあるね、ドーナツ屋さん美味しいから。なんか丸いやつね。丸いドーナツ。 あー地元の方いませんか最近東山動物園で行った地元の方あるよね丸い動物ど動物じゃないドーナツ売ってるところあるよね <laughs> こんにちはこんにちはハトありがとう動物園でドーナツが好きということが分かりました <laughs> そうまあ、ね、ドーナツ美味しいの本当にあそこのドーナツ美味しいから、うん、で。

つきちこんばんは公園行こうってバブちゃんだね <laughs> そうバブちゃんだからその時は本当にバブちゃんだから小学校生だからね「こう行こう」ってでもね今日ね帰り道ふと考えててねめちゃくちゃ今駄菓子屋行きたいのさつきめちゃくちゃ駄菓子屋行きたくてほんとにねめちゃくちゃ行ってないの駄菓子屋さん 駄菓子屋ささんに行ききたい。今、つは。そう東山動物園のドーナツも食べたいけど駄菓子屋さん行きたいベラサーがね好きな駄菓子は何ですか教えてくださいぜひ。さつきはさつき何が好きかなきなこ棒も好きだったあと何かが当たるラムネみたいなやつも好きでしたなんかサッカーラムネみたいな 知,知らないかな開けてねだからこれぐらいのね丸いラムネが出てきて中に紙が入っててその日本対イタリアブラジルとかがあってねそのブラジルが一番ねなんかその中ではね強くて配点高くてそれ勝ったら何円無料とか同点だったらもう一回みたいなもうすごいすごい好きでしたそれがあと何だろう 駄菓子屋さんはね、あと何食べてたかな。くじも引きました。くじも。<laughs> そう、くじもね、引いてたしね、本当にね、楽しかった。今、今も全然いけるんだけどね。<laughs> そう、行かなく、行かなくなっちゃったので、また行きたいです。駄菓子屋さん。駄菓子屋さんってね、五百円あればね。すごいよ。もう富豪になれるんですよ。皆さん。知ってますか。<laughs> だから駄菓子屋さん行きたいの。 おつきち,おつきち人の言うしてないよ。は <laughs> しようなららそうなんですテストとかね思ってましたさつき全然勉強してなくてね他の子も全然勉強時間足りてないみたいな全然してないよみたいなこと言ってねさつきの倍やってましたみんなは,はあみたいなすごい子ね1週間なのにね101時間とかもうすえっあああす,すごすぎる 百一週間で百一時間ですよ。すごい、え、す、すごいよね。すご、百一。いや、あ、一週間じゃないの、正確には。多分一週間と二日とか、なんだけど。すごくない。えー、みたいな。ええー、って、なんかそれ聞いたら。そう、土日とかね、前日の日とか。朝九時から夜の九時までやってたみたいな。 お昼ご飯中もって聞いたらお昼ご飯もなんかやりながら食べながらみたいな「何よ知らないそんなこと知らないよさつき」<laughs> 名前加藤康生って言われないあーなんか一回あったような気もするだい大体読めないって言われる <laughs> こんばんはこんばんはさつきちビームさつきちビームおつきちおつきち加藤ありがとう。 あつきち、こんばんは。頑張れ研究生、応援してます。ありがとう。研究生頑張る。ありがとう。ミやビちゃん始まった。お。みやビーム。今日はさつきの方が早かったな。<laughs> いらっしゃいミヤビーム。ねビーム配信いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ドーナツ好き、ドーナツ好き。 めっちゃ好きドーナツ。こ <laughs> <laughs> んばんはこんばんはおつきちおつきちおつきち。エスケイに加入した時小学校五年生だった皆さんがもうジェイケイ一年生そう女子高生あなんかすごいですよねさつきも気づいたら皆さん女子高生になってますよさつきも絶対だっても気づいたら中学校二年生気づいたらね女子高生だよねびっくり。 こんばんはこんばんばは中学校卒業まであと2年もあるなんて若いね <laughs> そうなんかね <coughs> 失礼なんかねみんなと一緒にいる時にミヤビームとね「やばいよもう中学校2年生になれちゃう」みたいなした周りのみんなが <laughs>「中学2年生」みたいな「えみたいな「まだ中学2年生だよね」って言って。 そうだよもうだも中学2年生だよみたいなええー、みたいな感じでしたうおキラキララビカは実装今日ここがキラキラなのサツキここがキラキラですこんばんはこんばんは初見ですありがとうハトありがとうありがとうこんばんはこんばんはサツキチビーブサツキチビーブよいしょ何だマシュマロマシュマロ ありがとう。ハート、ありがとうございます。石原、ありがとう。こんばんは、こんばんは。もう五月の生誕靴出るのね、そうです。ぜひみんなゲットしてね。そう、さつきのがんば。頑張、頑張、頑張り、頑張、頑張った。頑張った生誕 T シャツ。アンド。頑張った。生誕トー,トートバッグ。そうだ、なんだろう、風呂敷、風呂敷みたいなやつ。 ありがとうハットありがとうございますウチ天家族っていうタルキが主人公のアニメが好きだったよおじゃあさつきも <laughs> そうさつきはタルキだよタルキハットありがとう言っとくねそう言っといてくださいここはにさつきちありがとうって言ってたよ おおおははちちおはちちお菓子何が好きお菓子はえー、でもね最近ずっと考えてたのお菓子何が好きかなと思ってさつきね麦チョコ好きだなと思ったの麦チョコあのパフパフのやつねグミ,とグミもねそういうなんかじゃがりことかポテチとかも好きなんだけどね麦チョコ好きだなって思いましたので麦チョコって答えようと思って。 タね、かわいいねかわいいでしょかわいでしょそうがんばってかいたよさーちゃんもお菓子配ってたのメンバーにあのここはの生誕祭の時にそうあのメンバーさんに配ってましたメンバーさん出演メンバーに配ってましたなんだっけお菓子配りましたね配りましたねチョコレートを配ってましたバレンンタインが近かかったから

今度はタヌキも入れてもらわないと、そうタヌキをね、じゃあ、ごこ,こ半に <laughs> タヌキを輸入。ちょっと待んてねん。OK。よいしょ。よいしょ。 東山ドーナツえだらかそう東でも本当にドーナツ美味しいおつきち,ちおつきち,ち東山は地元だよドーナツ知らないけどドーナツ知らないんかいドーナツ本当に美味しいから食べてみてねぜひ地元帰った時には行ってみてくださいで食べてみてね地元帰った時ありがとうはねちゃんこんばんは遅れましたこちら ありがとう今はね早かったからねやったのが「こんばんはこんばんは東山近いけどドーナツは知らないあたかくあっくくかった暖かくなったら行ってみよう」お行ってみてねおいしいからみんなみんなに声を大にして言いたい東山動物園のドーナツおいしいよおいしいよ <laughs> そう。 ちらちら駄菓子は何食べたいビッグカツ食べたいビッグカツも好きだった待って思い出しそうなんか記憶が開きそうまだ全然新しい記憶だけどあれだモロッコヨーグルトみたいなやつ好きだったあれ好きだったお母さんで行ってみようかな次今度なんかさお友達と行くのも楽しいけどなんかお母さんと行くの楽しそうじゃないなんか昔話を聞きそう こんばんは。こんばんは。モロッコヨーグル。モロッコヨーグル好きでした。私めちゃくちゃ。めっちゃ好きだった。なんか友達がね、食べててね、食べたら美味しかったの。こんばんは。どんどん焼きやろ。どんどん焼き知らん。どんなやつなんだろう。どんどん焼き。知らんや。知らんわ。<laughs> あと、私ね、食べたことないんだけど、あれ食べてたよ。友達が。ペペロンチーノみたいなやつ。あと、 豚麺豚麺なんかカップ麺みたいなやつ食べてた友達がペペロンチーノお湯の量でパスタとラーメンが決まるみたいなさすがにね食べたことないのちょっと高かったしね駄菓子屋さんに売ってるものにしたらだから全然食べたことなかったけどね美味しそうだったあとあれも食べてみたかったななんか刺さってるやつ串にイカとか刺さってるじゃん あれも食べてみたいな今度おきちいんですよ、ね、お父こんばんはハローハローお父ちゃん駄菓子屋で連れて行って大人買いさせたい家で大人買いさせてほしいです大人買いでも駄菓子屋とさ大人買いってさ意外と物困らないなんか逆に何を買えばいいんだろうみたいな1回ね500円持ってて「もうよしもう今日は使い切るぞ500円」って思っていったら使い切れないの。 だからめっちゃくじを買いました <laughs> そして、ね、一番最初にそのね何円分か当たるくじみたいなやつ引いた時ねすごい当たったの一番いいやつ多分ブラジルに買ったのブラジルに買ってねなんか300円分選べますみたいなうえそっからねなんかもうめっちゃ好きでしたそのお菓子そんなんとブラジルに買ったことなかったでも <laughs> でも 五日の制服の目見に行ったよさつきちん初めて見たけどめっちゃ良かったありがとう最初見てみたよありがとう良かった良かった嬉しいですねそうまたね見てもらえるように頑張りますさつきもありがとうタルタルしてんじゃねえよタルタルしてんじゃねえよちょっと辛いやつさつきも好きタルタルしてんじゃねえ。よ美味しいよねわかるおつきちおつきち キャベツ太郎キャベツ太郎も好き分かるめっちゃおいしいよねキャベツ太郎私も大好きですキャベツ太郎確かにドーナツ屋さんの前でキイキ喜んでた小学生女子おったらあっあっあ,あれ私じゃないと思うあれ私じゃないと思うやろあれは私かな <laughs> でもそれはね一回お姉ちゃんから聞いたの一番最初「おいしいよ」みたいなふむそれは言ってみるかと思ってお母さんと言っためっちゃおいしい うサツキ最初は2人で1個でいいかと思ったけどもう一つ買ったでその後友達と行った2人で1つでいいかと思ったもう1個買った <laughs> そうだから一人一つはね推奨ですねよいしょ「五合年ぐらいまで行ってたのかな「そうだの!」昨日ぐらいまで行ってた去年ぐらい昨日ぐらいじゃない去年ぐらいまで行ってましたよいしょ 不号がい、符号がいしたいけどできない。お月ち、お月ち。百五十三十円が当たるガムの箱をよくもらっいました。あ。あった、あった。さつきね、買わないけど、めっちゃ友達引いてた。なんかもう、口の中もごもごになりながら。やってましたね。<laughs> 懐かしいですよね。百一時間踊っとるやろそう、さつきはね。みんなが百一時間勉強してられた それくらい踊ってるます <laughs> でもすごいよねそのだ勉強できないよテストで100点取ったことある小学校の頃にはあるよ大きいテストもやつ。大きいテスト中学校になったからも小テストはあるけどねもう一番惜しかったの90点とかだからね全然取ったことない <laughs> 100点すごいよおはちちおはちちこんばんはこんばんは 今みやびんはさつきちより21分らいさつきちの方が早かったですねじゃさつきちが始めるのはね今日結構早めだっただったよ <laughs> そうおつきちおつきちハトありがとうおはきちおはきちさつきちリグライトどうだナツと間違えて勝ちたらダメあああ <laughs> でもドーナツ好き 私が出会った頃はアルサヤコさんの後ろに隠れたねそうなんですよこんだけ大きくなりました <laughs> そうまだバブちゃんバブちゃんって言われそうバラ、ま、バブちゃんでしょって言われそう <laughs> こんにちは私は新しいファンですわおありがとうありがとうこんばんぶこんばんぶなんだマシュマロマシュマロありがとう 何の映画好き何の映画か映画画かあんま見ないんだけどねさつきねあれ好きだよジブリのね猫の恩返しが好きですめちゃくちゃ猫の恩返しがめちゃくちゃ好きですジブリだったらなんかめっちゃよくないさつき猫アレルギーなんだけどめっちゃ猫の恩返し好きだなと思います映画だったらマシュマロマシュマロありがとうこんばんは、ま、こんばんは、ま、おつきちおつきち おつきちこんばんはおつきちおつきちおつきちの生誕は絶対入りたいで、ね、絶対来てほしい当たりますようにそうね生誕祭ねドキ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  <laughs> おつきちおつきちあなたはとても美しく可愛いですあらありがとうございます Thank you Thank you こんばんはですこんばんはです 生誕グッズはデザインに時間かかりましたかそうですね初めてだったから何もね書けばいいのか分かんなくてめっちゃミーユちゃんに相談したりねココハのデザイン見に行ったりいろんな方のねで生誕グッズデザイン見に行ってしたらねほんほんとね頭に浮かんでもう結構その頭に浮かんだからはすぐ書けましたでもねそう楽しかった はなんか自分がね描いたデザインがグッズになるなんてさつきちょっとねお洋服とかね作,る作りたいなと思ってるねさつきちなので <laughs> そうお洋服とか好きだからねなんかめちゃくちゃ楽しいなって思いましたこんばんはこんばんはインドネシア語を話せますかめめちちちちゃゃゃゃくく話話せせせないですめちゃくちゃ話せません そ <laughs> 麦チョコ今作ってないんだっけそうなのでも麦チョコめっちゃ好き美味しいよね麦チョコ私はインドネシア人ですでもあなたが大好きですおありがとうやったありがとうこんばんはこんばんはこんばんはマシュマロマシュマロありがとうこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします こおつきちおつきちこんばんは好きな駄菓子販売終了しちゃって悲しいあっ悲しいそうだよねいつか殺人の好きなお菓子も販売終了しちゃうかもだから食べとかないと今のうちに駄菓子屋さん行こう <laughs> 明日にでも行こうかしらペペロンチーノあったあったよねペペロンチーノなんか3色の色のやつ分 <laughs> かる人には分かるペペロンチーノだよ絶対 そうめっちゃね好きだったペペロンチーノちょっと待ってねーおいしょおいしょちょっと待ってにゃんめっちゃ上いっちゃったこんばんは、ま、こんばんは。 彼ちゃんとバブ同士だから駄菓子屋行きたいねみんなで行こうじゃあ駄菓子屋さんでみんなでじゃあ300円3 0円500円ぐらい持ってって300円500円分買ってそうあれしようこて <laughs> みんなで何買ったかやってくじ引いて当たった人サツキにちょうだい <laughs> そのくじさつきにちょうだい <laughs> したらさツキーは今度友達ときます <laughs> こんばんはこんばんはおはちちおはちちミオビームはもうそれ作ってた何作ってたのミオビームこの前さツきハートシェイカーかなって買ってる思ってたでもレジンだよね多分じゃんけん見てよそうじゃんけんじゃんけん大会出てるのでぜひ見てください皆さんじゃんけんお <laughs> つきちおつきちこんばんは さつきちぼう駄菓子屋さんのお店丸ごとプレゼントしたいあら嬉しいめっちゃ嬉しいね駄菓子屋さんのお店丸ごとプレゼントめっちゃ欲しいですね <laughs> でもそしたらね入荷とかさつきしないといけないからな,なんか無限無限入荷制みたいな駄菓子屋さん欲しい <laughs> したよねめっちゃお菓子食べてますねめっちゃ美味しい駄菓子好きです流れ星ありがとう こんばんは3月かぶり8年ぶりに制服飲みわ嬉しいありがとうございますそう、ありがとうございます8年ぶりすごいやありがとうございます楽しんでい,ていただけたないただけたでしょうか <laughs> いただけてたらね、嬉しいですねこんばんは、こんばんは、まま、いいね、いいね、ありがとう ダルティチだけに、ポン、ポンポンと頭に浮かんだと。だめもめもめもだめ。だ、ダジャレ言っちゃったみたいになってる、さつきがこんん、ま。こんばんは、ま、こんばんは。こまさん、こまさん。こまさんのやつ、ありがとう。たる、たる、なんか。帽子かぶってるこまさん。ありがとう。こんばんは、ま、こんばんは、ま。 おつちお父、こんばんは、ま。英語喋れるのかなの。No, I'm not I'm not speak English. あ、uh, あ。苦手、苦手です、さつきは。英語はとても。I, I don't don speak and.I don't speak English. <laughs> あの study english I know、Do、わぁバイバイわかんない I like I'm 加藤さつき I like I like dancing <laughs> わかんないお月お月お月こんばんはこんばんはお月こんばんはこんばんは,んばんはハートありがとうこんばんは今日も安定の可愛さですねありがとうありがとう <laughs> ありがとうペペロンチーノ微妙な大きさだったかねー f o 買ったえ微妙な大きさだよねこれこれぐらいこれぐらいの大きさだった気がする <laughs> ポケモンパン食べたことないのポケモンパン食べたことないの生まれてからねどんな感じなんだろうこんばんは、ま、おつきちものはち今欲しいものは何 難しい難しいなんだろうパジャマとかパジャマ欲しい T シャツ欲しいですさつき T シャツ欲しいこうこういうこういうこういうなんかそのペラペラの長袖 T シャツ欲しいですあのレッスン着がない <laughs> T シャツがね全然ねなんかなくなってきちゃったからね T シャツが欲しいかななんか。 クマちゃんとかウサギちゃんとかリボンリボンとかついてたら嬉しいです <laughs> お。お月ちお月ち。こんばんはこんばんは。こんばんはこんばんは。こんばんは、ま、こんばんは、ま、こんばんは、ま、こんばんは、ま。ポーティエとグループ全公演の中で制服の目が最強の公演で一番劇場で見た公演です。 久々でしたがとても楽しかったですよかったーうちでぶりよかったーよかった安心ですねなんか <laughs> よかったわっしょい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 よかったですめっちゃ嬉しいですありがとうございます <laughs> おつきちちおつきちはじめましてはじめましておつきちちおつきちおつきちつちちーこんばんは、ま、こんばんは、ま、コメント公平で何が好き 白のワールが好きです。<laughs> めっちゃ王道、白のワールが好きです。こんばんは、ま、こんばんは、ま。めっちゃね、王道だけどね。そっちは白の、白のワール好きかなう。あとなんだろう、なんだろう。うん。でも、なんかでっかいでっかい。でっかいね、なんだっけ。メロンソーダみ、やつ、私結構頼みます。 いいの一番欲しいものはベルだなもんベルだなもんベル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 つ森の世界でしか使えないんだもんなんもんそうね聞いてくださいよさつきつ森やるじゃないですかやるじゃないですかであのさつきね追加コンテンツのねハッピーホームパラダイスもあのやってるやってるぜなんですよ <laughs> めっちゃ性好きでね 3DS もお姉ちゃんが持ってて 集まりなかかったからそ 3DS も何だっけおいでよ動物どもになんか一番最初2番目あとハッピーホームデザイナーがあるんですよそれをやっててもうめちゃくちゃ好きなのおいでよ集まりの森な何だっけ集まりじゃないんだよねおいでよおいでよおいでよ,いでよ,いでよとなんだってなんか2個あるのハッピーホームデザイナー ハッピーホーホムデザイナーも面白いのなんかハッ今ねやってるんですだからそのお庭とかをねやれるんだけどハッピーホームねデザイナーの方はねめちゃくちゃ部屋でねあとなんかもっと建物系をねやるやつが多かった気がしためちゃくちゃ昔の記憶だけどねでそっちは何か結構島のやつですって感じで。 それで、ね、さポッキーポッキーなのそっちの島のねでポッキーで,でポッキーとその自分の島で使えるベルがねあの交換ができるんですよそれがねほんとに1ポッキーが2十七ベルとかでもうそっちほんとにめっちゃ嬉しいのさつきの島今ほんとにベルがないほんとにベルがなくてさつきの島今めっちゃ貧乏なの でも星5になりました極めましたおはちちおはちちシュタジャクシュタ鍋はうまいよヤッホーヤッホーなお鍋いいねお鍋いいなさつきもね今日の色がどうしようこちらこちらたねちゃんわっしょいたねちゃんわっしょい <laughs> わっしょいわっしょいおつきちちおつきちち今日は おやつに個目だに行ってうさぎさんとコラボして白の丸食べてあれかなおばんちうさぎかなあれですよねピンクのやつですよねあの食べたのピンクのやつじゃないですか桜味の桜味苦手だけど食べに行きたいのこっちゃんが好きだから一緒に食べに行こうかな <laughs> どう白の丸食べたいこんばんははじめましてはじめましてありがとうクリームソーダ頼んだら長靴に生えてきて恥ずかしかった 入ってくるよね長靴に入ってくるよねあれが好きですサツキはこそこそあれが好きです長靴に入ってくるのが好きですそうめっちゃ美味しいこんばんは、ま。サツキチの島の名前は内緒だなもんじゃあ内緒だなもん内緒だなもん <laughs> こんばんは、ま。こんばんは、ま。こんばんは、ま。ハトありがとうこんばんは、ま。 リーナさんが杉本くるみが森本おらしい <laughs> すごーい、はあすごーいいいですねじゃあ花菜は蔵元ですね <laughs> 蔵元ですねすごーいリり目の時から見てますか「5日の公演はパワフルでよかった」かっやったーやったーパワフルでよかったって5日の公演。 バッシュイ加藤さんのダウトの表情良かったですねあ,ありがとうございますそうダウトさつき表情を作るの好き <laughs> 好きなのダウトの時特にここそしてダウトダウトダウト,ダウト私本当のこと言ってないのところ好きなのでぜひ見れる機会があったら見てみてくださいさつきであそこめっちゃ楽しんでやってます ダウンとダウンとダウンと私本当のこと言ってないめっちゃ楽しんでますあれおつきおつきおっぱんちゅうさきのシロノワ食べたよ美味しかったえ美味しいなそっちも食べたいおっぱんちゅうさきコラボパンで何が好きさつきは塩パンが好き塩パンが好きめっちゃ美味しいよね塩パンこんばんは、ま こちらこちら生誕ティーは集まれのタレキチあそれタレキチじゃないよあれはサツキサツキイメージのタミキ <laughs> あれはねサツキのねキャラクターです <laughs> こん,ばんままこん,ばんまま倉本ですよだってそう花なん倉本あカットは天才いるそうですね さつち加藤だね。<laughs> めっちゃ面白い。加藤だね、そうだね。すごい。座布団一枚あげる。笑顔かわい。いありがとう。ありがとう。おあちち、おあちち。加藤、柿本。柿 <laughs> 本、柿本。めっちゃ。面白い。<laughs> かずか,か,かとか,かと面白いな,なんか一文字なのが面白いこんばんはこんばんは、うん、タルキチねタルキチねうんたるきにローンを返してリコキツが生まれるやつ一番最初めっちゃ苦労するよねそしてめっちゃせっせいこういろんなもの売ってましたローンを返すためにでも お家を一番大きくしてから論解してないですつき <laughs> 返さなくても何とかなるからもう3回ぐらいは地下までできてからかもう論解してないです炭吉にごめんね炭吉 <laughs> ダウトは「制服の目の瀬戸りの「角かな」だと思っていてダウトはよくよく特によく見てますわあ嬉しいありがとうございますそうダウトね

だけどなんかめっちゃ切ついかしいじゃんダウトダウトダウトいちゃいやだよって泣きたかった泣きたいのよだからほんとに難しいのダウト是非みんなの表情見てみてくださいダウト多分ねすごいいいめっちゃみんな考えてやってます加藤加藤そう加藤です ね、加藤にすればよかった加藤じゃないんだよさつきの島の名前加藤にすればよかったいつもちら、まあ、ありがとうちら <laughs> 伊藤もいる伊藤もいる伊藤もいるおすごい12期生のメンバーつきやすいぞでもね他のやつきれないかなね難しいよね結構 <laughs> 伊藤もいけるねやったやった みんなと島族。<laughs> こんばんは、ま。こんばんは、ま。いしょ,ょ。ま、っいしょ。いと、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 糸と、いと。うん。こんばんは、ま。こんばんは、ま。マイナス一ライト、ほりかまってる。スイッチライト。スイッチライト。救出してあげてほしいよ。<laughs> うん、じゃあさっきのこと思い出しながらつ盛やってくださいつ盛あるかわからんけど一 <laughs> なんだペンライトれペンライトありがとう緑ペンライトこんばんは、ま、こんばんは引っ越するだらっけそう「上京する」なんて突然聞かされたから「せいせいする」わって意地悪いたのよ幼馴染が上京するらしいです <laughs> け喧嘩ばかりして経営の中だったけどそれはあなたのことが気になってる証拠そうなんですあのやっぱなんていうのある,あるあるですよねすごいちょっと経営の中なんですって幼なじみ同士でも女の子側はめっちゃ裏で好きなんですよ男の子のこと何 になってる証拠あなたの目が少しだけ寂しそうだった無理をして微笑んでくれたのチャ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 ダウト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 だからねそう切ない歌詞なんですダウトさつき大好きなのダウト歌詞で意味をかみしめると公演の持ってる意味が明るってきますよねそうですなんか本当に制服の目公演 歌詞がめっちゃ好きでさつきなんかめっちゃ好きでユニットもめっちゃ好き私その全体曲もめっちゃ好きですねこんばんはこんばんは特にダウとかちょっとそういうドラ,ドラマっぽい感じがあって好きですおはちちおはちちじゃあ「ゼータ全奇心して最初から始める」かっこ始めない始めないふり <laughs> が止まらない いや道がまった道がまったよ。そして星降りするのにお花植えまくった。<laughs> うん、こんばんは、ま、こんばんは、ま、こんばんは超絶可愛い,いタルキタルキジェルシーのアリバイからのだとジェルシーとの幼さだルチルカとジェルシーのアリバイも好き。ジェルシー最初始まりが良くないですかジェルシーのアリバイあの最初そこって三人で立ってるんです。 ゼラシーのアリバイ、あなたしか見えない。なんかやばい。<coughs> 心の奥の方のは。でここで一人目が走り出します。何度経してもで、ね、ここら辺でもう一人目が走り出す。燃え上がる。えとしさ。で私たちめっちゃ走っていきます。ちゃ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 、ちゃ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 って始めましてはじ 走ってきますめっちゃ <laughs> めっっっめめちちゃ好ききですすねねて最終飛行機の最終日に今駆け込むようにまゃ頑張ってます <laughs>。 教えてはあいて昨犬は誰とそこにいるか私考えたくて止められなかったか遊ぼろうってやってますねみんなさあちらダウトソロで見れる俺配信俺特配信 <laughs> やったーなんだっけでダウ,ダウトどこまで行ったっけあなた ダウトダウ言いちゃいや,やだよって泣きたかった」「ちゃんちゃ聞き向けよくない私で」いい「ちゃちゃちゃチえ声出して本音を言えたらいいけど」「幼なじみのあなたには素直になれなくて嘘を見抜いてよ」 なんかめっちゃ好きですダウトもジェラシーのアリバイもほんとんかすかでもね振りが難しいのなんか一回ねごちゃごちゃになったらね一気に分かんなくなっちゃう。 いっちっちゃ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 そういうこともあっけでそういうことあったらちゃっちゃなんだかんだあってもう相談されるで自信があったのよ自信があったの <laughs> 話しかけられくなかった何でからしませたくなかあったからしませたくなかあった つぶやくあれても薄っぺらな優しさに私は傷ついたなんかここ好きです薄,薄…す薄っぺらな優しさにって言ってるの私たちそこの振りも好きィ私たち私たち相性が悪いのかなで。 確かみんなが悪いのかな？って言ってるの。手をね。そこもめっちゃ好きだ。ダウト。<laughs> こんばんは。こんばんは。東京こんばんは。サータン第6巻を考察してた。第6巻をも,もう好き。第6巻も好きだよ。最初の今夜は特別な夜になりそうな気がしてる。 国藩が始まりますママからもらったドレスインヤリングもしよチャらチャラチャチャっここが好きです私誰ろかガッツしてちゃ軽いと思われるだから好きですで、ね、めちゃくちゃ可愛い,いもん愛 <laughs> しいさつきちがたくさん見れるノリノリさつきちですねあつきちおつきち 小判、小判、ありがとう。誰ちゃん、可愛い,い、ありがとう。こんばんは、ま、フィギュアです、いらっしゃい。三月、誕生日、うん、うん、五月です。五 <laughs> 月。あつちち、あつちち。中盤、三曲の試合が仲間の歌ってね、ね身。終盤、なくそう。仲間の歌めっちゃ歌詞が。いいです、さすが好きなのが、なんやっけ。あの、あの、す、何で。 ちチャラチャチちゃちゃちゃチャラチちゃチャ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 ちゃちゃあの下まとめに卒業したようならはせぬそれチャちゃチャチちゃャ何より大切なこと今を生きるということキラキラそれぞれ光るかな合ってるかな夢が遠くて近かしそうに当たりめぎそうだった僕に勇気をくれたよね ああイーっ始まるのが好きです、さつきは <laughs> おつちち、おつちちハットありがとうこれは息保存 <laughs> おつちちおつちちさつちちが素直になれないことさつちちが素直になれないことさつちちが素直になれないことえー、なんだろうあんまない、さつちち いつも素直、うん、<laughs> そうめっちゃ素直だからさスッチ <laughs> そういつもねなんかめっちゃななん素直ですねなんだろうあんまねおも思,思ったけど言えないみたいな感じはねないですね。三 <laughs> 月五日聖子の目公園の観覧で観覧でしたかなスッチチ四回のプライド可愛かったよありがとうございます。

さくらさんが風にくらむって言ってるんですよもうその時からドキドキツイサ好きだと思ってこうやってやってて名前よ、うんでも知らんぷりするのハートのガーツ外したみたいい,いねー終わったって <laughs> 大丈夫大丈夫と思ってめちゃくちゃ緊張したのまあまあ うちは戻ってきました。ありがとう。メンバーも見てるこっち側も歌詞の意味を分かると理解が深まりますね。深まりますね。さっきの国語とかのねあのね学校でねその文をね自分で線引いてこれこれはこういう意味なんじゃないかとかねや,やるやつがあるんですよ。これはこういう意味で。 この矢印引っ張ってきてこことここがこういうなってるからこういう心情を表してるんじゃないかみたいなそういうね授業がめっちゃ好きでねその歌詞の読解みたいなやつめっちゃ好きハローお父っちおつっちおつっちの考察いいねいいかなありがとう「<laughs> 第六巻」っていうか化派と「女の子」って呼う場に分かれるイメージそうなんだ「さつき」と違ってたら第六巻イメージでした ダイロックどこが好きですかねなんかムーンライト丸いお月様ロマンティックが好きです <laughs> ドライブあなたのあなたのかなオープンカー空にミラーボールからのサビの流れが好きですめっちゃ好き 第6巻好きですねめちゃくちゃゃくあとその狼がさ「ちゃちゃちゃんって終わるじゃんそのあとちゃーんってサータンタイム <laughs> が好きですめちゃくちゃ「ちゃーんちゃーんって始まるのが好きですもはや全ユニットができるさ月チクオリティ <laughs> ありがとうほんとね全部難しそうだからねでもねいつかねいろんなユニット出てみたいな いや、こんにちは。こんにちは。と言ってください。こんにちは。お兄さん可愛い,いやった。ありがとう。<laughs> こんばんは、ま。こんばんは、ま。お姉さん、お兄さん、こんばんは、ま。だるまさん、ありがとう。だるまさん。こんばんは、ま。目が痛いくらい晴れた空。空いい曲だよね。目が痛いくらいに晴れた空。空 <laughs> 素直でいい子素直でいい子。子 十二期やべえな十二 <laughs> キヤベイナ十二キヤベイナさつきちいつも素直、さつきちいつも素直だもん。多分。ぶらできた。面白い。<laughs> ちゃちゃち,ちゃんが好きですさつき。じゃあちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんが好きですさつき。さつきちゃんこんばんは、ま、こんばんは、ま。さつきさんなかなかの声量をお持ちだよね。 そうですかねいやいやいやちょっとねもっと鍛えたいですねめっちゃ歌いながらバリバリ踊れるようにね鍛えたいです腹筋を <laughs> マジで保存だわ <laughs> ありがとうさ月が意外に意外に歌声が良かったよ自分の後ろの席で皐月と叫んでいるおじさんがいたわ <laughs> いやいやありがたいですありがとうございます そう、前回の「制服の目」のね歌がねさつき的であんまりうまくできなかったなと思ったからね今回歌頑張りたいなと思ってて比較的ねダウトの「上京する」なんて突然聞かされたから「せいせいするわて意地悪いたのよ」がうまくできて嬉しかったなっていうのが3月5日の感想。<laughs> 狼とプライドのさつきちが可愛すぎて大好きだわあ良かったここが好きですさつもあなたがじれたいが好きです元々ね狼とプライド制服の目がね始まる前から大好きでねね自分ができるなんてって感じでした <laughs> おつきちおつきち狼とプライドちょっとぷっくりしてる時の表情ああほぎあぷっくりしてる オオカミとバラヤとちょっとぷっくりしてる表情の時あってかわいかったあよかった <laughs> こういうやつ、うんうん「お料理よすぎるわ」って言ってましたね「私のおおかみさんおお,おかみさんはなんか臆病ねあなたがちれたい」って言ってましたね おつきち,おつきちこんばんは、ま、やばいやばすぎる配信 <laughs> ありがとうままこんばんこんばんはさつきちのウィンブルドンピンク見たいよさつきもウィンブルドンやりたいですウィンブルドン名前さえも知らないあなただけどいつかは私を連れていってウィンブルドンさ最後のあれだよね私を 連れて行ってウィンブルドウやりたいやりたいやりたいとつけもなんいつか手取り足取りテニス教えてね私だけのあなた憧れの個人ですチャチャチャフレフレフレって始まりますよねもう大好きです 大好きですウィンブルドンも <laughs> 定星さつきちと叫んでいるのはぜ叫んでいるのではなく絶叫でした <laughs> よ,かよかな女の子かと思ったらうちゃんでした <laughs> でもねありがたいですね叫んでいただいてさつきち来週くしかなくそう決まってたっけ全然決まってないです本当に何聞いようかなって感じです <laughs> 何聞いようかなってめちゃくちゃ迷ってます ねどうしよう本当に <laughs> 第6巻の青はセンターに匹敵するほどの大事なポジションなので第6巻の青はサーターンがやってたところかな青い衣装最初のチルチルチーンって絶対からめっちゃ回転してるところですよね本当すごい私あれ本当にできないもん。すごいま回れないわあんな綺麗に おつきち,おつきちこんばんは、ま、こんばん、ま、はさつきちん、状況に憧れたりするでもさつき愛知県好きだから <laughs> ちょっと憧れるけど愛知県好き愛知県好きだからま多少多少憧れたりす,するぷ <laughs>、うん、っくり基地スクショめっちゃしちゃったあらありがとうございます。<laughs> ぷっくりきちぷっくりきちありがとうこんばんまみたみた可愛い見た見た可愛いありがとうドスサツキチモジュールドスサツキチモジュール <laughs> おはちちおはちち,おつ,ちおつきちおつきち加藤さんにウィンブルドン青やってみたいあ、青ねどこだっけあ、歌詞がなんて最初

うんお付きちお付きちイェーイイェーイこんばんは、ま、こんばんはま見ルの最後だよかった <laughs> 今セブンネットで生誕 T シャツ予約してきたよわあわあわあやったありがとうございますわっしょい <laughs> かわいいありがとうじゃあ当日まで服装お楽しみかなそうです楽しみにしててね <laughs> ありがとう。皐月シ聴も可愛い。ありがとう。おはちち、おはちち。狼、キスくらいしてくれ、キスくらいしてくれなっちゃうとこ。皐月も好き。あと何だっけ。特別になりたいのよも好きです。狼大好き。<laughs> ミエビームとサツキチとこっちゃんでウィンブルドンしてなんかねすごい身長差あるね <laughs> でもねこっちゃんもウィンブルドンミエビームもウィンブルドン似合いそう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  <laughs> でサツキ万華鏡もやってみたいですサツキもねいっぱい万華鏡も好きなところある79夢の人生は生きたいとかフラッグでそもそもでは 埋められない旅の途中おとろびいた友人うはだあそこ好きだの花なんかやってますよね足りないのは時間かだと哲学的いいけどなんかこういうやつやってるじゃんめっちゃ好ききゅういてねと見てるが好きですね <laughs> ヤンキー系のジャージはどうですか。いや、嫌いよ、嫌いよ。<laughs> ありがとう。可 <laughs> 愛い,い、ありがとう。お月ち、お月ち、こんばんは、ま、こんばんは、ま。ウンブルドンなら、さあちゃんピンク、ピンク。ピンク着たい。<laughs> ね、衣装もめっちゃ好きです、ウィンブルドン。めっちゃ好き。 今日も小籠帽かわいい <laughs> ありがとういったありがとうよいしょこんばんは、ま、こんばんは、ま、こんばんは、ま、そうなんかねなけあのお渡し会やったじゃないですかもうその時にとてつもなくいじられました小籠帽小籠帽ちゃんだって,言ってそうですって言った <laughs> そうです小籠帽ちゃんです さあちゃんがヤンキー系舐められる舐められる舐められちゃう <laughs> 弱そう、弱そう <laughs> 万力お菓子が難しいけどさあちゃん大丈夫大丈夫だよ何勉強なんか意味はなくずる、ずるかし、濃くなる方法かずるかし、濃くなる方法と言いたって始めてくる この前はミヤビームがやってたかなと言ったって o <Okay> と言ったで落ちこぼれる勇気もなくってやってたところが好きだったあと何だっけ最低な生き方と軽蔑してた父親にわずかの金背びりながら戻う 嫌うココミがやってるかねかね <laughs> あそこめっちゃ好きなんかかわいいってなっちゃう <laughs> こんばんは、ま。こんばんは、ま。こんばんは、ま。加藤先輩すみませんす <laughs> えーでーええー、でミリ <laughs> アさんのウィンブルドン記憶がないのだからさつきちゃんは高校入学かなウィンブルドンやりたいですね小籠 <laughs> ちゃんこんばんま こんばんはこばんありがとうバブバブ <laughs> おつきちおつきち中西パートとココミココミめっちゃ好きですあそこのパートめちゃめちゃめっちゃ良くないですかココミめっちゃ好きですねうひょうひょうビュービちゃんとさつきちどっちもバブバブ <laughs> <laughs> まあ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 みゆもねバブだったらまあしょうがないしょうがない <laughs> 全曲オリジナリティーで地業で歌うさつきちゃん素晴らしいですありがとうございますそうありがとうございますあとなんで枯葉もやってみたいですねなんでなんでさつきですずっと待ってたんですけど私 一人で行っていきますなぜだかはじめからもうやりたいですわかってた執着で,できにか一人がちゃ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 ちちゃってるじゃないですかあそこが好きですそ <laughs> うめっちゃ好き 小籠包の被り物でもプレゼントしようかなあらプレゼントしてほしいじゃあさつきどっかでつけるよそしたら <laughs> 小籠包の被り物 <laughs> こんばんは、ま、こんばんは、ま、わ,わずかなかねんかわずかなかねせびりながらもっと嫌うでも歌詞歌詞知った時ねなんかみんなでひどいひどいって。<laughs> ひど <laughs> いってうんなんかねやっぱ歌いながら踊るとねやっぱ全部の曲難しいけどでもねでもそこまでかも難しいけど難しいけどでも一回振りが覚えれたら大丈夫。「爆笑爆笑」爆笑<笑>こんんま「こんばんはこんばんはお土っちお土っち」おつきち。 さつきです。一人で駄菓子へ行ってきます <laughs>。一人で駄菓子へ行ってきます。さつきです。<laughs> 小六方グッズ探しとく、探しといて。<laughs> ひどい、ひどい。<laughs> そう、小六方グッズね。さつきもね。じゃあね。そしたらつけます。ハート型ウイルス。ハート型ウイルスね。衣装めっちゃ好き。可愛い,いそれ、どっかで見た衣装がめっちゃ可愛かった。ハート型ウイルス。 枯葉で、さつきちが現れたら、びっくりだ、だめ違う、こるね。さつきちの枯葉。ええー。さつきちが。ってなっちゃうね。誰 <laughs> ちゃんは枯葉でベビーカーに乗らないんだ。<laughs> まさかのね、そっち側なんだ。<laughs> そう、ベビーカー、ベビーカー乗るか。<laughs> もうさすがにさつきもベビーカー乗らないよ。乗れない、乗れないよ。 さすがにちょっと無理かもベビーカーはのの乗れるかな乗れない気がするそうしょ前髪があと何が好きかな詩人も好きだしね詩人はねでもね本当ね詩人がねとてつもなくつらいの制服の目つらいのもうなんか最後の「ちゃ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 

ベビーカーワワンチャン,ワン,チャン <laughs> ベビーカーカじゃなくて三輪車でシャン三輪車三輪車さつき乗れないよ三輪車さつきちゃんもちろん自転車乗れるよね自転車は乗れる三輪車乗れないなんかねめっちゃちっちゃい時練習した時ねあれだったの補助輪ありじゃ乗れなかったなしで乗れた <laughs> そうだからね自転車は乗れますめっちゃ練習しました こんばんは、ま、こんばんは、ま。乗れるけど降りられないかもね <laughs>。確かにハマりそう。落ちない、落ちないってなりそう。そう確かに。一輪車、一輪車はね、乗れない <laughs>。めっちゃ練習してた。一時期ね、本当にもうめっちゃ乗りたくて、周りの子がめちゃくちゃ乗れて。 乗りたいよーってさっきも乗りたいよってなって練習してたんだけどずっと乗れなかった一輪車難しいもん一,一輪は無理だ <laughs> 竹馬は乗れるよ竹馬は行けます歩ける全然 <laughs> 歩けますじゃあね15分になったたら配信やめいいと思いますそう竹馬はねめちゃくちゃね得意得意あの 竹馬乗りながらあの花壇一周したりとかはできた得,得意だったから竹馬できるんだけどね一輪車はねずっと無理だったなんとなくみエちゃんは一輪車うまそう一輪車うまそうみエちゃん一輪車上手そう上手そうにゃニにゃーにゃ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  ちょっと待ってね一瞬しゅねえるかもちょっと待ってね。 しよし,ょし,ょし,ょしょ。なんか。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。なん。加藤家の夕食はね、なんだろう。なんだろう、なんだ、なんだ、なんだっけ。なんか言ってた気がするけど、わからない。 なんかカレーとかならいいな一輪車ミレイさん乗れるはず得意だったと思うじゃあ教えていただきたいこんばんはこ今公園ウィンブルドンやってるよあそうだ今日手つなぎながら公園。わーウィンブルドンいいですね今夜は安座姉妹のウィンブルドンピンクは中坂さんでした、はあとねそっも見たいですねウィンブルドン ねウィンブルドン生徒アンティー予約してきましたありがとう <laughs> じゃ最後さつきカラオケ配信やって終わろうかな <laughs> 今日ねもともとねカラオケしようと思ってたんだけど忘れてましたねちょっと待ってねちょっと待ってね。ンに,に,にゃにゃ じゃあねちょっとね最後に一曲歌ってからにしようと思います何歌おうかなーもともとにカラオケしようと思ってて忘れためした <laughs> めっちゃ話してた何歌おうかなーよいしょ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  どっちが最強なのなんか反対。はいおいおいはい歌歌歌何しようかなああ聞こえますでしょうか？よ <laughs> いしょ。 何しようかな。あ,あ、あ、あ、あ,あ。大丈夫か。よいしょ、いしょ。うん。 よいしょよいしょ。めちゃチコリよチコリよー。やったー。じゃあ、どうしよう。めちゃくちゃ迷ってる。ピノキオ軍にするかね、前のめりにするかね、恋よりもね、ドリームにするかね、めちゃくちゃいろいろ迷ってます。<laughs> そう、なんかね、どうしよう。どうしよう。 うんニューエージャーもあるんだニューエージャーもあるんだってみんなどうするどうするよいしょよいしょこいよりじゃこいよりにしようこいよりにしようじゃあちょ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 おちょちょちょちち

「全力でこの道」「私だけが出遅れてるし」 出る暇なんてないんだ「だってからも期待をされない」「自分の方向から行くしかないでしょ」「ダイヤモンドだってただの石ころさ」「見てくれば悪くてもいつの日にかキラキラ輝く」 所以有礼物。 は昨日の自分チャンスは平等をそう信じている汗て,てもしょうがないからコツコツ今できることをやるしかないんだ悔しくて泣いたりちょっと拗ねてみたり 大好きな道ならば楽しもうよ努力を好きになれ恋よりも Dream より道は泣きない走れ急げ全力でこの道青春は Dream ぶつけよう全てを汗と 言われたってもっと前に出なきゃ頑張ったらなれるはずキラキラのダイヤも恋よりも Dream わき目も振らずに前を向いてがむしゃら はいそれではね皆さん見てくれてありがとうございましたさつきちゃんありがとうありがとうパチ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 おきパきじゃあねまたね歌いたいと思います今日はじゃあこの辺でありがとうございました実家はありがとう橋お疲れ様じゃああれ読もうかな みみ13位からえっと女の子の女の子の人ありがとうございますパチ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 12位の方白いワンちゃんの人ありがとうございますパチ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 11位の方サメの人ありがとうございますパチ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 10位の男の子の人ありがとうございますパチ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 えっと9位の 女の子の人ありがとうございますパチパチパチ8位のあのタヌキの人ありがとうございますパチ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 7位のルーの人ありがとうございますパチ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 パ位のあのカニのアイコンの人パチ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 5位のそのなんかメキシカンな猫の方ありがとうございますパチ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 4いのパンダの人 ありがとうパチ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 3位のヨーグルトの人ありがとうございますパチ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 2位のその緑の感じの男の子の人ありがとうございますパチパチパチ1位の方はそのなんだうんんかだるま的なだるまっぽい感じのアイコンの人ありがとうございますパチ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 ありがとうありがとうどうも男の子の人でした。 チバチカラオケもありがとう。さっちゃん最高だった。ありがとう。ありがとう。今、配信ありがとうね。ありがとう。またね、カラオケ配信しますね。チバチ今度、ワン、ツー、スリー、フォーやってね。ね、ワン、ツー、スリー、フォーやります。今度、パチ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 ,パチそれでは、バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様お疲れ様です。よいしょ、よいしょ。あれ、どうやって切るのあった。バイバーイ。 It's me.